メシアは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデオルデスに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は2918人で、ある。住民故障は、男女同系のメシエンセ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.66%。メシア派アコルーニャ県の東部に位置し、コマルカデオルデスに属している。 北は、アベゴンドとセスーラスと、東はビラサンタールと、南は、ボイモルトとフラーデスと、西は、オルデスの、各自治体と隣接、自治体の中心地区は、シャンセーダ教区のアイグレーシャ地区、デシュートサンティアゴでコンポステーラから 42km、ケントアコルーニャからは 46km の距離にある。ブルーマ教区は、飛び地となっており、アベゴンド、オルデス、カラルに囲まれている。 地形は北に向かって起伏が高くなっており、平均高度は400メートルである。最高地点は、ピコイ山頂の546メートルである。川は、カストロ京区を流れるタンブレ川が最も重要で、他には、ピコイ山に源流があるサム川がある。交通は、コマルカの中心自治体オレですと結んでいる AC、AC-524 号線が南西部を、そして、 西部のビサントーニャ教区を高速道路 AP-9 号線が通っている。この地は、中世には、サンティアゴでコンポステイラと、ベタンソス、ア、コルーニャやルーゴの海岸地方などの北の町の間の中継点であり、サンティアゴ巡礼路の一つイギリスの道が通っていた。旧体制下では、この地の教区は、サンティアゴ県のメシーや司法官かつくに属していた。カブルイ教区は、 ソブラード、ドスモンシス修道院の所領で、ベタンソス県に属していた。スペイン独立戦争さなかの1809年2月13日、フランス軍は、アルシャンレーハイドを破壊、火を放ち、村人3人を銃殺した。自治体創設時には、メシアは11教区によって構成、ポーロ司法管轄区に属した。1822年には、ラコルーニャ県に属することになり、 1835年には、オルデス司法官かつくに変更となった。自治体市長は、ガリシア社会党のマリアーノ・イグレシアス・カストロ、自治体評議員は、ガリシア社会党、8、ガリシア国民党、2、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。メシアは12の教区に分けられている。ふとじは、自治体中心地区のある教区。A.B. インゲハットネラ、カルロス、 エイブルーシャンのウソトゥゴリーゴポルカンチェローズ、プロザ・プブリカ、http、プロザ・ガル・リクターソ、1263、エボルシオンのウソトゥゴリーゴポルカンチェローズ、ab、ディース・ヤナー,ジー・ジグラフコ・エレストロド・デ・ガリツヤ・ボリューム15、p257 から258、ジゲル・プブラケーションス、2009、ISBN978 から8461358250、 パブロスヨネスデエチョデスデ1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプルエイチデエネロスペイン内務省2011年地方選挙結果ありがとうございます